カゴマイとデュレス。今回は独り言英会話とオンライン英会話の徹底比較について紹介したいと思います。突然ですが、僕は先日オンライン英会話サービスのキャンブルーに喧嘩を売られまして、というのも先日キャンブリーから突然メールで、皆さんこんにちは、いつも YouTube を拝見してます、特に独り言英会話365日の動画素晴らしかったです、今回はそんなリュウさんに独り言英会話もいいけどオンライン英会話の方が効率いいよねという趣旨でキャンブリーを紹介していただきたいのですがどうですかと送られてきまして、それ見た瞬間思わずスマホをぶん投げそうになったんですけど、いや、いくらアツさん御用達のキャンブリーでも独り言英会話をバカにするやつは許せねえな。ってことでキャンブリーが効果的かどうかではなく、独り言英会話とキャンブリーの忖度なしの徹底比較という趣旨の動画であればお作りいたします。送ったらなんとキャンブリーから望むところですと返ってきたので、今回は独り言英会話とキャンブリーの徹底比較でキャンブリーをギャフンと言わせちゃおうと思います。まず独り言英会話とは、皆さんご存知の通り、その日の出来事やあるテーマに沿って英語でブツブツ独り言を喋るという一人でもできるスピーキング上達法の一つですね。僕はオーストラリア留学中、引きこもり、森林火災、コロナで都市封鎖、そして顎骨折という風に見舞われ、1年の7割を自宅で過ごす羽目となったのですが、それでもなんとか独り言英会話のおかげで英語力を上げることができたので、もう独り言には感謝しかないんすよ。一方キャンブリーとは、業界最大級の1万人以上のネイティブ講師を揃えるオンライン英会話サービスで、いずれもどこでもネイティブと会話できることを強みとして、フリートークやトーフル、アイルズなどの試験対策、発音矯正など幅広いジャンルを扱うとともに、会話の様子が同時に録画されて復習までできちゃうという、かなり学習環境が整っているサービスですね。ここまで見ると、え、結構良くないと思える英会話サービスですか、皆さん騙されてはいけませんよ。ってことで、ここからは独り言英会話とキャンブリーの直接対決で、キャンブリーの化けの皮をバリバリ剥がしていきますよ。では行きましょう。まず最初に比べていくのはコストパフォーマンスですね。独り言英会話は文字通り独り言なので、コストはゼロ、つまりタダでできちゃうのに対し、キャンブリーのサービスは最低でも月額2074円、つまり宝島の焼肉ランチ定食くらいかかってしまうので、まあ金額的にはお得なんでしょうけど、独り言にはかないませんね。ってことで、コスパ部門は独り言英会話の勝利です。次に比べるのは取っかかりのハードルですね。その点で言うと、独り言は最強で、一人であれば朝でも夜でも歩いてても電車に乗ってても思いついた時にパッとできちゃうので、取っかかりのハードルがめちゃくちゃ低いんですよ。一方オンライン英会話は、事前に準備してわざわざ予定を空けて机に座って準備するみたいに、どうしても始めるまでのハードルが高い印象があったので、これもまた独り言の圧勝だなと。一応キャンブリーも調べてみたら、なんとキャンブリーには常に待機中の講師がいて、予約なしでいつでもどこでも隙間時間でもパパッと英会話ができちゃうという、かなり自由度の高いサービスだったんですよ。これを見た時は正直、いいサービスだなと一瞬思ってしまったので、まあ、この戦いは引き分けという形にしておきましょう。最後で比べるのは一番重要な実践力ですね。もう正直これは見せた方が早いので、アツさんの動画に貼ってあったクーポンコードを使って15分の無料お試しをした時の映像をお見せします。独り言英会話の実力をとくとご覧ください。どうぞ。 Yeah, that was when I was 13 and 14 and coming in, and then girls come into it, so I never bothered after that. いや、人見知りなんだよ。独り言英会話の唯一のデメリットを挙げるとするならば、人間と会話する感覚を忘れるってとこなんですよね。もちろん独り言で英語は話せるようになるんですが、やはり会話特有の言い回しや感覚などは実践の場でしか学べないんですよ。その点ネイティブと会話できるキャンブリーはもう最強すぎて、本当に悔しいですけど、これはキャンブリーの勝利です。で、今回僕は動画を作るにあたってキャンブリーについて結構いろいろ調べたんですが、冷静に月額2000円で予約なしでいつでもどこでもネイティブと会話する機会がゲットできるっていいサービスでねえかって思い始めたんです。そう考えたら、当初の僕の忖度なしで徹底比較させていただきます。なんかクソダサく思えてきて、もうこれはもう謝るしかないとキャンブリーさんに徹底比較をさせていただいた結果、キャンブリー様のサービスが非常に素晴らしいということに気がつきました。当初のご無礼、深くお詫びいたします。と送ったら、とんでもございません。私の言い方が悪く不快な思いをさせてしまい申し訳ありませんでした。キャンブリーの良さが伝わってよかったです。と返ってきて、あ、もうめっちゃいい人やんと思ってたら、それに続けて、あ、そういえば、11月25日から30日の5日間、ブラックフライデー企画で、12ヶ月プランがなんと 50% オフになるのですが、これを機にいかがですかと、まさかの営業を仕掛けてきて、キャンブリーはいいサービスだけど、さすがに買ってしまいました。キャンブリーさんから事前にいただいた旧英語という、本来なら皆さんに紹介する用のクーポンコードをなんと自分で使って、週1回30分、12ヶ月プランを申し込んじまったんです。ということで、これからの僕の作戦としては、独り言英会話毎日継続しつつ、週1回のキャンブリーで実践力を鍛え、そこで得た課題を独り言で練習する、という形で英語力にさらなる磨きをかけていく所存です。おそらくこれからたくさん失敗したり恥ずかしい思いもすると思うので、オンライン英会話失敗談みたいな動画も作って、皆さんに元気と笑いを届けられたらなと思ってます。ってことで、最後にこの動画を一言でまとめさせてください。キャンブリー、最高！